はいこちらのびのび広報室今日のゲストは上田圭介さんですはいよろしくお願いします上田圭介さんにね、はい、あのたくさんメールとか来てるんですよあ<ー>、えー、そうですかありがとうございます、えー、今日のゲストが上田圭介さんとのことでとっても楽しみにしています関西にいらっしゃるだけでもそわそわしますえな、ー、んでやねんなん <laughs> で,、ね、でやねんもう神戸に 上田さんがいらっしゃると思うと嬉しいです。あ、嬉しい。ありがとうございます。もう,もうね、もう、もう、熱狂的なファンやね。もう、ね、もうもう熱狂的なファンやね、<laughs> これは。ね、<laughs> 海の見える放送局はいかがですか。いや、もう、ほんま素敵ですね。もう、ここから、もう、丸見えですもん、ね。いや、丸見え。<laughs> 丸見えで。えね、本当はねえのか、あの、川。 台船開けてるんですけどあのもう美しいお顔を撮るために今ちょっとカーテン閉めておりましたそうそうえ今のは神戸市西区のみっぽんさんですねはいありがとうございますありがとうございます他にもたくさんいただいてます。はい。はいでここでですねあのケイスケさんにお知らせはいをお願いしたいんですけれども。はいはいじゃあすみません一つお知らせさせていただきますはい 舞台のお知らせです。お、はいえーい。死神の精度セブンデイズジャッジメントという舞台にですね出演させていただきます。なんですかその死神の精度。はい。これ伊坂幸太郎さんが原作の作品なんですけれども、えー、まず東京から始まりまして、えー、8月30日から9月の9日、東京のアウルスポットという劇場で。うん はいこれ終わりましたら東京からいろいろ各地回らせていただくんですけれども、はい、関西はあの兵庫になります、えー、9月19日に兵庫県立芸術文化センターにて上演されますのでよろしければ遊びに来てくださいよろしくお願いしますお,おすごいね,ねあちこち回られるんですねそうですねはい,いや本当にあちこち行きますね,ねはい でででこれでケスケさんんはどういうい役なんですか僕はあのー、ラサールさん演じるちょっとヤクザの親分の子分みたいな役でちょっといつもとは違った割と荒いといいますか。えー うい,うじのいつもの美しい少年の役ではなくてはいちょっともうちょっと素の部分を出していくわけです、ね、割と尖ったナイフのような役どころなんじゃないかなと思っていますでもいろんな役ってやっぱ楽しいですかそうですね<ー>なんかもういろんな役やりすぎてなんか上田圭佑でいる時間があんまりなくて <laughs>、うん、<laughs> どれが自分やねみたいな時もあるんですけどでも楽しいですねやっぱり。でもそこの役作りで大変、うん でしょうね。やもうコロ,コロ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 変えないといけないからはいパッと台本もらって、はい、もうその時にもでできるんですかイメージは基本的にはやっぱりもうそうですね第一一印象が一番ですね、うん、であとはもう演出家さんだったりとか、えー、あの演者さんとセッションしながらあここはこうやなみたいなのに気付いていってとかっていうことですかね。えーはい 萩正人さんと共演ですけど、はい、僕はあのマージャンの番組で共演したことがあって、えー、<laughs> 強いんですよあの人。えー、で秋元康さんと<う>、はい、僕と萩原さんと、はい、プロの,、はい、あのマージャンのプロの人と4人で打つんですよ、えーまあ、マージャンは4人でやりますけどプロも交えてそれで僕優勝したんですよ。えー <laughs> えー、でその1回の出演料以外に100万円もらったんですよ。 うわリアル、すごいでしょう。はい。これ全部税金引いてその場でくれたんです。朝の五時までやったんですけど。その萩原さんが悔しそうな顔しての覚えています。強いだけに。大田らよろしく言っといてください。わかりました。お伝えしておきます。はい。 ぜひでそれ以外でもね、あの悲劇のお粗末さんでもチョルマツさん役でね、あの舞台があるということで。いろんなことすんねんね。でじこちらは十一月から東京の日本青年館ありまして、でその後京都劇場もあるそうなんですよ。完成ですね。はい、ぜひいろいろと足を運んでください。いや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 楽しみですね。いろんなことができてね。はいということでございます。 いやーほんまに嬉しいですねやっぱり関西でこういうねうそうですねどん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 スターが大きくなっていくっていうのをね,ね、はいえー、応援してますからありがとうございます頑張ってくださいね。最後にラジオ機の皆さんにメッセージを。 というわけでですね、えー、上田圭介こんな感じのやつでございます。はい、<laughs> いつも応援してくれてる方々、今日初めて聞いた方々、えー、ありがとうございました。えー、今回あのー、来させていただいたのはそのメジャーデビューのはい。 あのアーティストとしてあの来させていただいたんですけれども、またいろんな形で役者としてもあのまたアーティストとしてもあのまた曲費下げて関西遊びに行きたいと思いますんでその際はぜひよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました<ー>、はい、かっこいい時計してますね <laughs> <laughs> すいませんもう自分へのご褒美ではい <laughs> キラキラですよキラキラ 光っていこうかなと思います。光ってる、光ってる、はい、ありがとうございます。<laughs> 今日のお客様は上田圭介さんでした。ありがとう。ありがとうございました。